どうも、この度私は2017年から約7年間続けておりました、広島純正をこの度やめはしないんですけど、やめはしないんですけどね。まあちょっと来季はスピリング別球団で出るのもありかなと。どうですか、ありですか、なしですか。ちょっとねそこはまだ分かんないんですけど、もうほぼほぼね完成する純正があるんですよ。で今回最新シリーズの、まあ、その球団のとある選手獲得したんで、その選手を使いつつ新しい純正をご紹介していきたいと思います。その純正がこちらです。まあもうたびたび紹介はしてますよね。はい、西武純正です。今回手に入れたのが平沼選手ですね。シリーズ2で獲得したんで、まあ今日はちょっと使っていこうかなと。まあすごいユーティリティがある選手で、まあ純正始めたての人にはまあめっちゃありがたい選手かなと。うん、まあそれは僕には当てはまるんですけど、めっちゃありがたい。でライドラップルヒカイ、ただまあもう純正自体が完成してる人はこっちのね去年覚醒で全然いいとは思うんですよ。外野適性はないんですけど、まあ、代打の神様ライドラかい粘り打ちなんで、まあ、基本稲沼選手多分西武純正完成してたらスタメンにはならないと思うんですよ。で上がりはもう考えるとこっちの方が使い勝手は良さそう。まあ覚醒なんでね、スピカイオンも今後しやすいと思うし、覚醒突つことかで、まあ、シリーズ1は一応ライドラチャンスか。まあ、こっちもこっちでまあ悪くはないんですけどね。でこうやって見てもらっても分かるように、キャッチャーの、ね、田淵選手を突してないんで、捕手がね不適正なんですよ。ここはちょっと悩みどころかな。まあ、今年阪神バージョンで来ると思うんですけど、阪神バージョンも使いたいんよな。ワンチャン今年2体持ちするかもしれないです。であとは今後獲得予定の佐々木誠選手、まあ、秋山選手と変えてもいいんですけど、秋山選手はね今のところは最新やから外しはしないと思うんですけど、まあでも絶対佐々木誠選手必要なピースなんで、ちょっとここを獲得していきたいと思います。はい、まあ、ピッチャーちょっとやばいけどまあちょこっからちらほらね集めていかないといけない。ということで打順はこんな感じで、まあ、9番ね田淵さん代打出すために坂倉選手ちょっと一旦入れて今日やっていきたいと思います。で平野選手がね一応メインなんで、ライドラプルヒ使用感見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。よろしくお願いします。最強マソさん対戦よろしくお願いします。俺今シーズンの高橋コーナーを持ってたけど、あの暴走ミキサーで、最強決定戦のための暴走ミキサーでもう捨ててもうたよな。選択契約書でもう一回取りに行くという選択肢はありっちゃあり。そういえば皆さん、ね、今日発表されたけど、あれだし、プロ野球スピリッツのメジャーバージョンが、リリースされるみたいです。はい。対応機種は普通に iOS とか Android。もう普通にもうプロスピのメジャーバージョンっていう解釈で良さそうです。でリアルタイム対戦とかもう本当に全くプロスピと一緒のシステムで来るっぽいから、しかもコナミがね会社のめちゃくちゃ楽しみなんやけど、これあんまメジャー詳しくないんすけど、誰やろな、あれかディレクジーターのタイムスリップとか出てくるんかな。エクソモロソーちゃう、リアタイムあるからね。しかも多分世界に向けての発信やから、海外勢のプレイヤーとマッチングみたいなこともできたりしたら、ちょっとリアタイの大会とか、さらに熾烈になりそうですけど、はい、こう前出しましたね。で、30チームの選手を搭載。で、球場も、全球団の球場あるらし、使えるらしいから、クソ楽しみやわ。今言うたらプロスピ言ったら、あれやろ？パワー A、広角アーティストが現役最強みたいななってるじゃないですか。それが、ゴロゴロおるわけやろ？あー、パワー A の広角アーチスとか若干パワー物足りんから、まあ選手評価12位かなみたいな、そんなレベルになってくるってことでしょ。1位はパワー88、広角ライドラ、守備も A みたいな。クソもバランスぶっ壊れやんめっちゃおもろそうそれ。でなんか事前登録したら大谷翔平のなんか星3じゃない、グレード3みたいなのがもらえるらしくて、このゲームの最大グレードって4らしいんですよ。4がおそらく S ランクの扱いかなと思うんで、グレード3ってなると A ランク配布かなになるらしいんで、まあ事前登録一応ねしといた方がいいっすよね。多分コナミが作るゲームなんで、多分限界突破とか極みシステムとか絶対あると思うから。しかも大谷翔平かっこ DH ってなってからね、しっかりピッチャーバージョン当たり前ですけど出るのもほぼ確定してると。いやそれが出たらおそらくどっちも動画投稿していくかな。ディレクジーター使ってみたとかね。あとトラウト知ってるわ俺、エンゼルスのトラウト使ってみたとかねいやそんなメジャーの話ばっかりしてますけど、この西武純正も強いですよ相当。とかもうパワー A の80、広角アーティストが完全当たりみたいな。世界戦もどうなんかな、なくなってくんのかな。プロスピエース戻ってこれなさそう。来ろ。よし、オッケー。みんな守備とかも上手いやろうしな、メジャーの人ら。守備 A が貴重みたいなこともなくなってくるんちゃう？これちょっと戸崎さん代打行くか。いや、なんかピッチャーの変化量とかもエグそうっすよね。もうほとんど変化量マックスとか、全員通信持ちとか。うわ、これやばい。なんかそのメジャースピ
っていうらしいんですけど、メジャースピリッツ、もうプロスピリッツのメジャーバージョンっていうことで、そっちやったらなんかこのリアタイも上手くなりそう。みんな変化量でかいからね。え、それこそそのゲームでは何純正やろうかな。まあ多分ドジャース純正とか、あのパドレス純正、多分日本人が多いところはもう絶対溢れ返ると思うんで、あのメジャーを全く知らない僕だからこそ、逆にちょっとその球団にはこだわらず別の球団をやってみようかなとは、まあ、思うんですけど、まあ、それこそ俺ディレクジータ知ってるからね、ヤンキース純正とかやろうかな。わからん、せっかくやったらね、ちょっと強いところでね、最強軍団築いていきたいけど、なんかあの史上最低勝率のチームもおるんやったっけ、どこやったっけな。そこの純正もまあ面白そうやけど、いやでパワー C のね、中弾道打線みたいなそんな溢れ返る純正俺やりたくないで。で、イチロータイムスリップとか、うん、松井秀喜タイムスリップとかで獲得して、そんなあるか知らんけど。黒田さんもヤンキーそらんかったっけ、うん、なんか結構日本人ね、いるイメージあるから、ちょっと面白そうっすね、そっちも。しかもなんか、それがね、とっと先の話じゃなくて、この秋にね、リリースされるらしいから、もうちょっとやで、ね、マジで。10月、11月ぐらいちゃう？秋って。なかなか急な発表はな、もうちょっとまだまだ先の話かと思ったけど。でもやっぱプロスペースを愛する者としては、なんかそっちに力入れすぎてプロスペースが衰退するみたいなね、その悲しいことは起きてほしくないかなという思いはやっぱありますよね。で、平沼選手に出す2安打、めっちゃ打ちやすい。はい、カブレラナイス。やっぱプロスペースも発展していきつつ、メジャーも楽しめたらなっていう。うん、ピッチャーどうなる、メジャーのやばくなりそうちゃう。アメリカ代表とか出てくるんかな。絶対絶対いかついやん。絶対あのゲームやってなさそうなガタイが出てくるやん。つい大パンとかでなんかあの机破壊しそうな人ら出てきそう。ちょっと待って、めっちゃボール球振らされてる。うわ最悪。はい、ナイス、さよならと。え、ちょっと打撃沼ったけどね。はい、なんとか勝てました。オッケー。まあ話は日本に戻るんですけど、うん、まあ僕ね、これからセーブジュースやっていくということで、うん、あのまあちょっとセリーグの状況が分かんないんですけど、9月頭までカープは首位にいたらしいですけど、セリーグどうなんですか今。1位どこなんですか、カープなんですか。うん、ちょっと分かんないですけど、セリーグの順位っていうのは。はい、これ入れ入れ入れ、いや惜しい。ちょ、まあパリーグはね、ちょっと来年、ちょっとほんまにセーブには期待したいところで、ライダー落ちるよこれ。いやよっしゃよっしゃ、こんなんで押してくれるのがやっぱライドだよ。うん、来季ちょっとセーブ頑張ってほしいな。で、ソフトバンクはね、この前優勝したから、パリーグは。まあ今年は素直にね、うん、ソフトバンクさんおめでとうと言いたいんですけど、来季はちょっとセーブがかっさらわしてもらおうかな、優勝。はい。うわ、やばい、待って、もうちょ、ゲッツー多いって。カープ調整やめても結局ゲッツー多いんか。よっしょ、ゲイ。はぁ、なんもよし、オッケーちゃうわ。ふざけんな、このゲーム。おい、もう絶対メジャースピでもこんなんあるやん。お前、俺やからいいよ。俺やから、はぁで済まされてるよ。知らんで、あの、向こうのあの、クソイカツイ、ね、あの、デコピンしただけで机破壊するような外国人が、あの、ぶち切れて、コナミ本社突撃されても、俺知らんで。絶対直した方がいい、こういうの。いや、走塁も全部自走車にしろ。それやったらもう文句ないやろ。今、俺でよかったな、コナミ。ほんまに。ワンチャンデコピンで本社破壊されてんで。ちょ、終わってる。幻想カープと一緒やんこれ。バイバイ。おい、もう負けるし。待って、相手本物のセーブ純正来たんやけど。ちゃんとキャッチャー田淵選手使ってる。こちら本物対偽物の対決ってこと。あ、もうちゃんとした、ちゃんとしたセーブ純正。よし、嫉妬やけど一本打てたわ。うわ、よかった、絶対ボール来た。いや嬉しい嬉しい、マジで。平沼選手ええな、めっちゃ打ちやすいわ。でもあかん、あの本物のセーブ純正にめっちゃ削られる、やばい。え、いった、エグ浅村。今のステータスでいくんや。丸同様、やっぱ浅村選手も結構ね、いい味出しそうっすね、このオーダーで。はい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 、さっきなんであんな打てんかったやろ。はい、落ちる。いや、やっぱね、秋山選手、俺、佐々木誠選手入ったらね、外すのもありかなと思ったんやけど、やっぱいるな。いや、いるわ。あの、阿部秀太らミート打ちしやすいからね。まあ、外すならもうほんまに GG さんになるかも。あ、やばい。うわー、これはもう交代っすわ。はい、ナイス、トンサキ。まあ、で、田淵さん出せない今日。9番まで回してないからっていうのもあるけど。オッケー、ここで今日初の田淵さん出しましょう、代打で。やっと使えるわ。一番使いたかった。いやー、きつい。
最新平が強すぎる。行ってくれ。行った。あ、やばい。よー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 、超えた、よー超えた。長期やったけどね。で、平沼選手この試合2打席目か、超える。いやでもめっちゃ使用感いいぞ。あ、やばい。あ、やば、あ、やば。ちなみに相手は1番松井和夫さんを使ってるっぽい。チャンメとかついてもいいと思うけどな。あ、ゲッツ相手の CC さんもゲッツー取る。これは懲罰交代っすわ。うん、これは笹岡さんと交代っすね。はい、偽物対本物の西武純正対決、制しました。まあ西武純正もちょっと緩く作っていこうかな。うん。